筑舎平野、筑舎平野は、福岡県、佐賀県の南部、有明海の湾王に面する九州最大の平野で、南東を、美濃山地、筑肥山地、北西を、瀬振山地、北東を、古書場、宮町などに囲まれている。面積は、約1200平方キロメートル。九州最大の河川である筑後川及び安倍川、加瀬川、 六角川などの河川により形成された平野である。筑紫へ、い,いやとも言う。地域ごとにより狭い範囲の平野名で呼ぶこともあり、大きく分けて、佐賀県側を、佐賀平野、福岡県側を、筑後平野と呼ぶ。佐賀平野の六角川水系以南を、白石平野と呼び、白石平野を除いた地域を、京技の佐賀平野と呼ぶこともある。筑後平野は、 セフリ山地とミノウ山地により平野部がくびれる。久留米市付近を境に、筑後川の上流側を、両畜平野、下流側を、南畜平野と呼ぶ。両畜平野は、さらに、筑後川支線の放満川、小石原川流域を、北の平野、筑後川本川の流域を、筑後川、中流平野と呼ぶ。南畜平野は、南部の柳川市周辺を、 柳川平野と呼ぶこともある。地形的には、弾球面、重石定地、干拓地の大きく三つに分類される。ほぼ三角形をなす両地区平野の古書場、宮町南陸部には、主に川成駅層からなる弾球面と、阿蘇マイナス4二次堆積物からなる弾球面が広がっている。前者は、筑後側、右岸側に広く発達するが、後者は、 残球場に散在している。残球面の海は非海正の沖積層からなる中積低地が広がっている。一方、両畜平野の南部を限る美濃山地の北陸には、高位、中位、海の計3面の線上地が発達している。このうち、海線上地上面は水縄断層系の活動による低断層崖が,けが発達している。有明海北岸地域の平野群は、 平坦な田園風景の広がる、中積定地で特徴付けられ、断球面は山陸部に限定的に分布している。中積定地は海清掃である、島原海湾層と有明年度層からなる。断球面は川なり歴層、砂歴層からなるものと、阿蘇マイナス4火砕流堆積物、やめ年度層からなるものに分けられる。筑後川と矢部川により形成された三角州は、 非常に平坦で、クリークが発達している。三角州の外側には、鎌倉時代以降進められてきた、干拓地が、有明海に向かって伸びており、ほぼ100年に1キロメートルの割合で陸地化したと推定されている。筑区平野は、全体的に沈口傾向にあるので、断球面が多段化せず、ほとんどの場合地下に埋没している。そのため、 詳しい断球面の変年学的研究は、アソマイナス4を喧証として大まかにされてきたに、杉永、地下地質については、ボーリングコア解析などで詳しく検討がなされている。農業は、筑後平野と佐賀平野では異なった特色を持っている。筑後平野は、1個あたりの高地面積が0.7ヘクタールから0.8ヘクタールと、狭く、早くから多角的農業が行われた。 筑後川の自然堤防地帯で始まった野菜栽培は、米の生産調整以来水田地帯へ広がり、きゅうり白菜、キャベツ玉ねぎ、人参などが花温のハウス栽培も交えて行われており、京阪神へも出荷されている。矢部川下流域では、ナスの生産も盛んである。南地区平野では、断球地形を利用して、茶屋伝承菊が栽培され、 両畜平野の美能山地北陸の洗浄地では、苗木栽培や果樹園芸が盛んである。また、宮間市の山毒でも果樹栽培が、やめ丘陵地帯では、茶の生産が盛んである。また、高い人口密度を反映してくる目がすり、家具、建具、清酒、瓦、仏壇、ちょ竹製品など、地場産業の盛んな地域となっている。佐賀平野は、 日本屈指の米作地帯で、1935年前後には、品種改良や農業技術の進歩により、歯に当たり、終了が全国一となり、いわゆる、佐賀段階の名で全国に知られた。第二次世界大戦後の停滞期の後、1965年、1966年と、再び短修全国一となったが、1970年代、以後の政府の休行。 添削症例により、うまい米作りに転換し、単州は減少。また、一部ではレンコンなどへの添削も見られた。地区市平野のうち、佐賀地域、白石地区を除く佐賀平野や地区5地域、南地区平野の海抜約5メートル以下の低地では、かつて堀、または、クリークと呼ばれる水路が発達、平野を網の目のように巡らして、独特の水橋景観を形成し、 農業をはじめとしてこの地域の生活に密接に関わっていた。クリークの呼称は、戦中、昭和初期以降に使われるようになった外来語で、従前はもっぱら、堀、堀、またはなまって堀と呼んだ。現在は両方が用いられる。クリークは、小川や川の支流、入り江を指すのが本来の意味だが、考えや水運を目的として、 人手の入った水路や運河を指す場合がある。筑紫平野の例は後者。筑紫平野の低地に、堀、クリークが発達したのは、水田の面積に対して、産地の面積の比率が小さく水源が不足しがちで、あることや、開墾される以前、筑紫平野の低平地は、足原のような水はけの石地が広がり、開墾のためには排水と利水が不可欠だったこと、また一。 4千から1、7千と、極めて勾配が小さい平坦地が広がるため、自然考えが難しく、水路網が必要なことなどが挙げられる。自然に形成された流れ掘りや鉱庫、共に鉱術を中心として、縦横に掘り、クリークが掘り進められた。クリーク網の規模は1955年、昭和30年頃、佐賀平野では総面積約1900ヘクタール。 総長水量は2、200万トン、北山ダムに筆敵、南地区平野では、花宗川流域だけで総面積約350ヘクタール、総延長560キロメートルだ。堀の密度、面積比が高いのは、佐賀平野では、佐賀市兵庫町、小瀬町や神崎市千代田町付近、南地区平野では、大木町付近で、いずれも、 河川や海から遠く貯水の必要性が高いところである。堀、クリークは自然に形成された側面と人為的に造成された側面があり、生因は複合的である。畜種平野の堀、クリークは水田の灌溉や治水、イコール水路や流れ堀の機能、水運、運河の機能、生活用水、食料、肥料の供給源という多くの機能を持っていた。 農業では、用水をすべて堀に依存するため独特の作業や、農具を用いた、クリーク農法。個人の所有地、田の地先にある堀のデ度ドはその個人のものとなるが、労力の大きいデ度ド上げ作業は共同作業を必要とする。そのため村落には一種の共同体が形成され、各村内の堀を順番に共同作業で、デ度ド上げしていく習慣があった。また、特に、 江戸時代は、暗いり米を運ぶため、掘りを利用した水運が、盛んだった。生活面でも、水は、水地や風呂などの生活用水にも利用し、鯉や船、うなぎや土壌などの皮を、エビやタニシ、ヒシやクワイなどの水生植物が取れ食用にしたり、掘り岩のヨシを足拭きや根材にしたりしていた。クリークモーでの取水、排水や、水位の管理は、石やヒモン、 悲観により行われる。例えば南地区平野の柳川藩、久留米藩域では、半世紀の旧村ごとに、あるいはいくつかの村を単位として、取水、排水を、右石や飛門、飛悲観を設け、複数の水源から取水し、連結された村内のクリークで水を共有する、水囲いが特徴で、上流から下流へ、順番に満水にし、余水を下流に流すという水利観光があった。 春夏の灌漑期は排水門等を占めて、水位を高く保ち貯水。秋冬の日灌漑期は解放して、常時排水し水位を下げた。これにより、低湿地でありながら、秋冬は寒電化し麦など裏作が栽培できた。また、灌漑期は香水位ながらも満水よりやや下の水位に、止め、洪水時の一時的な貯水池の役割を持たせていた。その反面、 灌漑気の洪水の際は排水紐等を占めることが排水に逆効果をもたらし地下水位が高く稲の生育に悪影響がある。さらに、生火期の堀の水はほとんど循環がないため時に水温35度超える高温になり、これも稲に悪影響がある。また、堀、クリークの水は雨水とより上流の堀の余水に依存する仕組みなので上流部になるほど 水の配分が寛容となり、水争いが起きやすかった。一方で、排水碑門等を操作する権利はそのクリークの所有者、村落が管理するため、下流で碑門が閉じられると上流は排水困難となり淡水、イコール不要な水を貯めざるを得ない状態にしてしまう。この操作の権利をめぐっても争いが起きやすかった。また、複雑な配置の掘りにより、 農道はしばしば迂回するため農作業には非効率な面があり、多くの橋も必要となって維持管理を要した。同様に堀により水田の形は複雑に区画されて広げることが難しく、近代になると大型機械の足かせとなった。さらに上流からの排水、汚水が流れ込むため衛生上、好ましくない面もあった。農業や 生活の近代化が起こると、堀、クリークの環境は一変する。明治中期の1890年頃から、水争い防止のため水利組合の設立が各地で活発化した。1920年代、電気管外や窒素肥料が導入されて省力化され、佐賀平野では、米の一旦、10R あたり収量が急進し、日本一となる、佐賀段階。一段落の後、 1960年代頃に化学肥料が本格的に普及し農業機械も普及地下水位を稲の生育に悪影響が出ないレベルに下げるため掘りの水位を下げ判断考えを行い再び収量を伸ばした審査が段階この頃から農業の省力化により掘りの程度上げが不要になり上水道の普及で生活用水としての利用も遠ざかった鉄道や 道路などに代替されて、水運の利用はなくなり、流通事情の変化と冷蔵庫の普及により、漁労も行われなくなった。また、化学肥料や家庭で普及した、合成洗剤、産業排水も掘りに流れ込んで水質が悪化。宅地化と下水道整備の遅れにより排水路溶かしたり、不法投棄によりゴミ捨て場溶かすものも出てくるなど、後輩。 身近だった堀が生活から遠ざかるクリーク離れが起きた。水害の原因ともなり得ることから、堀、クリークを悪とするクリーク性抜論も一時出ていた。実際、機械導入のため細かく区切られた水田を統合する補助整備が戦後始まったことで、堀の統廃合が進み、多くは五番の目上の直線的な農業用水路で代替された。 水源も青種水が廃止され、戦後建設された河川上流の種水堰、筑後川、筑後大関、畜子道水路、佐賀道水路、加瀬川、川上投資港などに集約された。こうして古くからの堀の光景を止めている場所は数少なくなっている。一方、堀の価値を再考する動きも出てきた。自然や生物の宝庫であることから一部を保全して、 公園などに改修したところもある。しかし、クリーク離れに伴い維持管理が放棄されると、年々進行していく堀の黄岩、あぜ崩壊や、低度ド体積に伴い溶石現象による、洪水地の貯水機能低下が問題化した。これに対しては、防災対策の名目で、県、佐賀県、福岡県主体のクリーク防災機能保全対策事業や、 農林水産省管轄の国営、総合農地防災事業、筑後川下流砂岩農地防災事業、筑後川下流岩農地防災事業として公共工事で行われている現状である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。